デザイナーの山本寛斎さんが亡くなりました76歳でしたた歳で山本関西さんの事務所によりますと山本寛斎さんは今月21日に急性骨髄性白血病のため亡くなりました葬儀はすでに近親者のみで行い今後お別れの会を行うことも検討しているということです娘で女優の山本未来さんは 自身のインスタグラムに父山本関西は去る7月21日私を含め家族が見取る中安らかに76歳にてこの世を旅立ちました私にとって父はエネルギッシュで明るいことはもとより穏やかで寛大で人懐っこくコミュニケーションを大切にし無償の愛を与えてくれた存在でした また、人生を通して、時に折れることがあろうと、常に前向きに果敢に挑戦し続けることが、明るい未来につながるということを教えてくれました生前中の父、山本関西と関わってくださった関係者の皆様、医療関係者の皆様、応援してくださった皆様へ、心より感謝を申し上げます。今後も女優業を継続する傍ら 2020年年初より加わりました、山本関西率いる関西スーパースタジオにて、父、関西の元気をスタッフと共に継承していきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げますと綴っています。